皆さんおはようございます。ケガ人チャンネルのケガ人です。会社員がガチでプロサッカー選手へ、今日2日目の動画になります。日時は2023年1月24日、午前9時12分でございます。はい、今日なんですけど、あのニュースではね、めちゃめちゃ寒い大寒波ということで、めっちゃ寒いでございます。で、朝もめちゃ雨降ってて、多分地面も濡れてる感じなので、グラウンド向かってるんですけど、ピッチもおそらく水たまりだったり多少あるのかなっていう感じではあります。ただやっぱこういう時こそ練習しがいがあるね。結構ね、僕雨の日の試合とかめっちゃ好きなんですよ。まあ理由は、雨の日になればなるほど結構バトルチックになるじゃないですか。玉際の勝負だったりとか、ね、気持ちの勝負みたいなのが増えてくるからこそ、なんかいつもと違った感覚でちょっと楽しい。うん。ただね、一人練習やるとね、やっぱりそれがなかなか相手がいないからバトルできないんで、面白みは欠けますけれども、満足感は増える。ね。で、今日も練習メニューとしては、アジリティやって、ボールフィーリングやって、シュートとかキック系を、まあやって終わりたいと思います。で、アジリティもね、まあ、2日目なんで、ちょっとずつ距離だったり、本数だったりを伸ばしながらやっていきたいと思います。それじゃあ、行ってみましょう。いやー、めちゃめちゃ寒いっす。この寒い中でもしっかり温めながら怪我だけないようにやっていきたいと思います。やっぱ年取ってるから回復が遅くなってる気がします。今だいたい9時半ぐらいなんで、まあ、こっから1時間半ちょっとぐらいできればいいかなと思います。終わりがだいたい11時目安で終われれば、まあいい感じのトレーニングになるんじゃないかなって思います。やりすぎても怪我につながるし、まあ、足りなくても上手くならないし、1時間半ぐらいが自主トレはちょうどいいんじゃないかなって思います。練習 Vlog みたいなの、結構編集が意外と大変じゃないから、今までの選手の解説動画とか分析動画に比べたら、まあ編集の負担はかなり減ってます。今までそれが結構苦痛で、YouTube の投稿頻度が落ちたりしてたんですけど、まあこれだったら、まあ、プロを目指すっていうのは僕の憧れとか目標でもあったんで、すごくやっててやりがいあるし楽しいし、きつさもありますけど続きそうかなって思います。よし、
ドリブルとアジリティ今終わって、だいたい今10時20分ぐらいですかね。結構だから45分ぐらい多分だいぶやりました。でこっからキック系の練習を結構入れてって、でシュートだったり、まあフリーキックだったり、とにかく両足のキック、まあ、特に課題である左足を中心にやっていきたいと思います。雨降ってるけど関係ない。
切り返しからのシュート左右20本計40本終わりました。やっぱり右と左の差があるし、右膝が結構いて、だから手術した後遺症だと思うけど、まあ打ってって感覚戻してできるだけ痛くないスポットでかつパワーが乗るところを探して、まあ、毎日毎日やっていくしかないかなって思います。次ロングフィード蹴っていきたいと思います。はい、両足ロングフィード、まあ、右10本左20本かな。やっぱり右膝と足首が痛くてあんまり無理していけると悪化して、この後しばらく練習できなくなりそうになるんで、ちょっと回数少なめでやりました。最後フリーキックの練習して終わりたいと思います。
本日のトレーニング以上になります。はい、ちょっと膝が右膝が痛いんでメニュー変更しましたけど、まあそれなりに大体2時間ぐらい結局やっちゃいましたね。はい、でまあこれからちょっとクールダウンして帰りたいと思います。はい、ってことでまあね、プロになるための道、練習2日目が終了しました。今日は2023年の1月24日ですね。まあ、練習はだいたい9時半から11時半まで2時間ぐらいやっちゃいました。予定では1時間半だったんですけど、まあやっていくうちにちょっと気持ちよくなっちゃったり、もうちょっとここやりたいなっていうところが出てきちゃったんで、まあそれはいい意味で仕方ないかなって思います。まあそういう気持ちが芽生えてるっていうところはいい意味で捉えて、また次に活かしたいと思います。で、明日水曜日は一応オフにしたいと思います。で、まあ、オフの一日も、まあ、撮れたら撮りたいなぁと思うんですけど、僕、家族もいるんで、ちょっと家族の顔とかはあんま出したくないんで、まあ、その辺でちょっと撮れる限りでオフの様子も撮れたらなって思います。はい。やっぱりね、蹴ってたり走ったり思うけど、右の膝3回手術してるからそこが結構マジで痛い。うん。キック蹴った時とか、あとは切り返してからダッシュする時とかマジで痛い。だからちょっともしこの動画を見てる方で治療とか専門でやってる方で僕の右膝ちょっと見ていただける方いたら、ぜひちょっと助けてほしいです。マジで痛い。半月板3回手術してるからか分かんないけど、あと僕半長膝って言って、人よりも膝の関節だったり肘の関節だったりが反りやすいっていうのかな、人よりもこう多く伸びちゃうみたいな、そういった生まれつき癖があって、それもかなり影響してんじゃないかなっていう風には思ってます。まあ、ただ、まあ、半長膝だからってプロ目指せないわけじゃないし、膝痛いからってこのチャレンジやめるかって言ったらそうじゃないんで、まあ、その辺のね、痛みと相談しつつ必ずプロになるためにどん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 トレーニング積んでいきたいと思います。この動画がいいなって思ったり、僕のチャレンジ興味あるなって思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。あとコメント欄で応援コメントだったりアドバイスのコメントもぜひぜひよろしくお願いしますね。こここうした方がもっと良くなるよとか、こういう練習の時にここ意識したらよりレベルアップするよなんて、いろんな情報ね、視聴者の皆さんが僕を育ててください。はい、よろしくお願いします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。アモーレ。